福岡のギャラリーのロペコです。ハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらワイヤーワークの作品で、天然石を使ったストラップです。72番は中央にコットンパール、そして周りのパープルはアメジストです。キラキラキュービックジルコニアも使ってあります。73番は中央に大きなスワロフスキーパールを使ってあります。周りの天然石ですが、ルナフラッシュ、そしてローズコーツです。中央に大きなシトリンが使ってあります。74番です。ブルーに光る石はこちら京都パールです。人工パールです。そしてローズコーツが使ってあります。3点ともモチーフ部分はカニカンから取り外しができますので、セットするときは一旦取り外してセットしてください。